フレズノはアメリカ海軍の巡洋艦。アトランタ休憩巡洋艦の11番艦。艦名はカリフォルニア州フレズノにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。フレズノは1945年2月12日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドックで寄港した。1 9 4六年三月五日にルース・アール・マーティン夫人によって浸水し、 1946年11月27日に艦長 E.B. シュトラウス大佐の指揮下収益した。フレズノは1949年3月18日にクラス -121 に艦首変更された。収益後、最初の巡航は1947年1月13日から5月7日まで行われた。フレズノはカリブ海での予備訓練を行い、 その後大統領の就任式が行われたウルグアイのモンテビデオを訪れ、続いてブラジルのリオデジャネイロを訪問した。8月1日にバージニア州ノーフォークを出港し、北ヨーロッパ及び地中海に向かう。フレズノは12月1日にノーフォークに帰還した。2度目の海外配備は1948年3月3日から6月19日まで行われ、フレズノは 母校のプリマスからアムステルダム、ダブリン、ベルゲン、コッペンハーゲンを訪問した。その後は、ノーホークから近海での作戦活動に従事し、その中には、プリンスエドワード島からバミューダまでの巡航も含まれた。フレズノは1949年5月17日に、ニューヨーク海軍交渉で退役し、ニュージャージー州、ベイヨンで、渓流保管された。 1966年6月17日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。